ご近所さんの気楽なステージ。近所さんの気楽なステージ始まりました。本日のお相手は木石みなみ一人ということでね、密のあることを今日僕一人で喋らなきゃいけないという、まあ、苦行に差し掛かったわけですけどもね、前回ねエマルが一人で30分ね丸々喋ったっていうのもあって、まあ朝日もやりましたね。でまあとうとう私に回ってきたかということでしてね、まあ、せっかくなんでね、我々マカルーム、まあ、キーシーブラザーズエンターテインメント、まあ、キーシー学キーシー南のねキーシーの我々マカルームを中心とした活動になるんですけど、まあ、そこからウェイウェイという雑誌を出したということでね、まあ、無理やりあの雑誌を作って出版したんですけどもね、まあそれで割と反響がまあ多かった。大垣さんっていうねパブリックスペースのすべてっていうのを、まあ一緒に大阪時代すごく僕大阪住んでた時に、まあ職場も一緒で、まあその人は鍼灸科や鍼灸師で、まあマッサージあんまマッサージをまあ仕事としてるんですけど、僕はバイトでそのお手伝いで接骨院入った時に、まあ、仲良くなって、そこからパブリックスペースを2人で研究するようになったという、まあ、それ雑誌に書いてますけど、まあ、雑誌を読んでくれた人とかツイッターでのやり取りを見てくれた、まあ、特にエマルとかもそうなんですけど、結構面白かったんで、実際生の声というかどんな人なのかというのを機会があればラジオとかで、まあ、聞いてみたいという、ね、声もいろいろ聞いてたのでね、ちょっと今回は、私一人で喋るっていうのはもう、まあ一旦先送りしましてね、今回大垣さんパブリックスペースの大垣正樹さんと二人で喋ろうと思うので、こんにちは。はい、まあね、ま、もう一度説明するとね、ウェイウェイという雑誌を今回作りまして、でまあその中でパブリックスペースのすべてという特集を一緒に取材したり対談というか、まあ一緒に喋ったりしてくれた大垣さんという、はい、ことですけども、はい、マッサージ師ですね。マッサージ師っていうのは一番、まあ、は本当指圧マッサージ、あんまマッサージ指圧師っていう形ですかね。はあ、まあ僕は全然資格とかないんですけど、その接骨院のバイトを募集してて、そのまあ、そこで働くようになった時に、まあ、大垣さんが働いてたという、そうですね、ことですけども、職業を紹介するとそうなんですけど、まあ、人生を紹介するとバックパッカーで世界各国を、そうですね、ほぼ日本以外にいて、うん、もうちょっと忘れてきてんだけど、はい、初心をだけど、はい、まあ、9.11 起こった時にこれはもう第三次世界大戦だなみたいな、ね、夜テレビ見てたんですけど、そのニューヨークのニュースをね、はい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 、次の日ね、その、はい、その時もプログラムの仕事してたプログラマーだったんで、はいはいはい、仕事とかじゃないなとか思ったんですけど、はいはい、念のために次の日が、まあ、仕事、はい、職場の方ちょっと街はどうなってるかみたいな感じで行ったんですよ。はいはい、もうだからもう第三次世界大戦ですからね、自分の中ではもう世界はもうどえらいことになってるっていう、パニックだみたいな感じで、はいはいはい、その本町っていうとこに、まあ、はい、まあバイクで行ったんですけど、はいはい、本当にねもうほぼ何にも変わらず、その前の日と同じおはようっていう、この普通に会社も、はい、
ゴーンしてるって感じで、うわーと思って、はいはい、日本のストーリーと、はいはいはい、もしかしてここ一歩出たらストーリーがもう違うんじゃねえかっていう、はいはいはい、あの日本っていうそのなんだろうな、幕みたいなの引っ張ったらもうなんか全然外違うんじゃないかみたいな直感があって、はい、まあもう9月のその日に、はい、この仕事は辞めますって言いに行って、はあ、もうすぐもうアホまっしぐらみたいな感じで、はいはいはい、それからまあ旅行人生が始まったみたいな感じで、はあはあはあ、あの中国行ったりチベット行ったりインド行ったりしながら中東に行った、はい、中東つうか、まあ、その時はアフガニスタンに行って、はいはい、その本当はアジア旅行する人って一般的には、はい、そのヨーロッパまで行くんですよ、はいはい、貧乏旅行者は、はいはい、東から西へ流れていくみたいな、はいはい、アジア横断みたいなルートがあって、はいはい、だけど自分はまあそのアフガニスタンでのいろんな出会いとか体験で、はいはい、もうちょっとそういうことじゃないな自分が好きなのはと思って、はいはい、インドに戻ったら、はいはい、ダライラマとかに会ったりそういうなんか仏教的というかなんかそういうダライラマっていうのもあったんですか。ダライラマあった。へえ。あのカーラチャクラっていうなんかすごいお経があって、はいはい、それをなんか昔はその秘密にしとくお経だったんだけど、はい、ダライラマがあの、まあ、世界平和のためにこれを発表しますみたいなんで、はいはい、毎年つか、まあ、もう年だから2年に1回とかかもしれないけど、はい、まあ、いろんな世界でやるのをちょうどインドのブッダガヤっていうブッダが去った村があって、はいはい、そこでやるっつんでちょうどそこに俺もブッダガヤにいたから、はい、1ヶ月ぐらいだったかな、 なんか実質は1ヶ月ぐらいだけどそのダライラマの話を聞くみたいな、それも全世界からチベット人が集結みたいなイベントがあったよ。へえ。そういうのをなんかこう日本にいた時は全然気にもしなかったけど、はいはい、でまたオーストラリア行ったりカナダ行ったりしてたら、はいはい、なんだか世界一周する羽目になったりするんだけど、はいはいはい、まあそういう大垣さんですけれども、まあ、世界を回りすごくざっくり言うと20代のほとんど、そうだね20代旅行30代鍼灸マッサージみたいな感じで、もう今年40だからね、はいはいはい、うん、分かりやすいよねという形で、まあこの自分の外の世界を、まあ、巡って今度は自分の内なるところのを見ていくってことで鍼灸なり、まあ、行ったということですけども、その果てに我々パブリックスペースという、まあ、研究というか発掘というか一緒だよ本当に、インサイドアウト、自分の内外でさ、はいはい、パブリックとプライベート、はいはい、うん、そういうことだよ結局、自分の中での問題と外での問題、はいはい、その、はい、うん、っていうのはやっぱりつきまとうよ。だからまあそれをなんていうんですかね、一つのまあパフォーマンスと言ってしまうとあれですけど、うん、まあ、一つの遊びとして我々パブリックスペース、いや 俺はねぶっちゃけね、はいはいはい、ふざけた人々についてさ、はいはいはい、この兄弟が言及してたと思うんだけど、はい、その誰かを怒らせるのが、はい、そのふざけるみたいな定義をしてなかった、はい、あ、そこは大垣さん絶対引っかかるなって僕は思いましたね。俺はね、はい、もうそんな、はい、そんな時代は過ぎてるし、そんなもん、はい、あのまあすいません僕は違いますっていう、はい、もしかしたら岸兄弟が正しいかもしれないけど、自分は、はい、あのもうとにかくねその怒られるとかね、はい、嫌なのよもう、はい、40過ぎて怒られるとか、はいはい、そのなんだろうな、相手をイラつかせるメリットあんのかなっていう、なんかね、まあ、はい、効率主義で良くないかもしれないけど、はい、そのね人間だものみたいな感じでね、岸兄弟は言ってんのかもわからんし、はい、また
自分が分かんないそういう複雑な経過があるんだと思うけど、自分はもっと、うん、だからなんかまあふざけるの定義ですよね。そのふざけるの定義はもう絶対にもうあの俺は遺憾の意だよ。その、キーシー兄弟の定義では私はやってないよっていう、はい、そのパブリックスペースについても、はい、まあ、パブリックスペースに至ってはその、はい、なんていうんですかね、怒られたらちょっと、うん、パブリックスペースのルールからはちょっと違いますよね。その、うんうん、なんていうんですかね、お互いの間を取って共存してる状態ですから。そうそうそう、みなみくんが書いてくれたあの、はい、レイベイにも書いてたと思うんだけど、基本的にはそのみんなが嫌な気持ちをしないというその、うん、エリアの重なり合いのところにしかさ、はいはい、パブリック言ってた、書いてたよね。そうです、書いてます書いてます。うん、ダメだよって、その、はい、公共の場でうんこすんのはアウトだろうっていうのも当たり前だよね。そうですね。ふざけることとパブリックスペースとの違いじゃないですか。ああ、なるほど、うん、パブリックスペースでやっていくっていうこととまたふざけるってことは別物じゃないですか。パブリックスペースを利用することで、はい、その怒る人がいるんだったら、その怒る人がねちょっとね、はい、イライラしすぎだと思うんだよね。そうなんですね。だって全然その何にも迷惑かけてないと思うし、迷惑かけないようにこっちもパブリックスペースでの振る舞いを提案したいとは思うね。まあ、自分はあの淀川の河川敷をジョギングするのが趣味で、はいはい、ジョギング夜ジョギングしてる時にね、はい、若者がね花火をね、はい、楽しんでるんだけど、はい、その楽しみにねその身を投じすぎてね、はい、この花火がこっちに飛んできてることなんだよ。なんかこれすぐ警察呼ぶべきかなとか思うけど、はいはいはい、なんかもう若者の青春の1ページになんか野暮かなみたいな感じで一応は見逃してんだけど、はいはいはい、でもね、うちの近所ね、木造住宅が多いんで、はい、火事になったら嫌だなと思って、はいはいはい、誰かの楽しみが誰かの悲しみになるみたいな世の中じゃん。世の中って、ペペして、はいはいはい、これがね、なんかだから俺がやっぱここは警察に通報するべきかなとか悩むことはあるけど、はいはいはい、今のとこは今年の夏もせずに耐えた。いや、それでちょっと思い出したんですけど、なんか最近ニュースで小学校だか中学校のプールになんか中学生女子高生かな、なんか忍び込んでプールに何百匹の金魚を放ったっていうニュースがあって、はいはいはい、でそれ、はい、なんかエマルから教えてもらったんですよ。ちょっと私はこのニュースなんかちょっと好きみたいな感じで、なんかね、岩井俊二の映画みたいな、ね、岩井俊二の映画みたいなんですよ。でも僕はちょっとそのまさになんか誰かの楽しみが誰かの悲しみになるみたいな印象を受けた。そうなんだよね、そのね、うん、結局弱者に対するその、なんつうの、強制力みたいなとこあるでしょ。はいはいはい。例えば金魚がさ人間より強かったらさ、プールになんか流せないわけよ、はい、はいはいはい、うん、あのそうですね、サメ流すぞとかないじゃん、その食われちゃうじゃん。そうですね、その障害のある方とその、はい、健常者と言われる人との、はい、そのアプローチとかももしかしたらこういう目線からも見れるかもね。そういうことですよね。今スンと帰ってきましたけど、障害者の人とかがまあ、差別されているとだとか、まあ、ざっくり言うと、うん、こういうことが改善されてないとかいうことって弱いからなんちゃうかっていうことですね。いや、その弱いからしょうがないっていうようなことになるじゃん、はい、金魚をもし認めるなら、はい、そう、金魚は良くてサメはやめとくっていうのであれば、どうやったらやんないってことだから。そうですね、やんないってことできないんだから、はいはい、強い弱いでの
差別というか選別が至るところにやっぱりあるというか、なんかその立ち読みで怒られるのは子供だけみたいなのってあるじゃないですか。私ね、やっぱりね、うん、見た目が怖い人にはだってやっぱ言わないよ。言わないんですよね。もちろんどんどん追求していくべきだけど、今その過渡期としてはやっぱりそれはどうしてもあるものとして、やっぱり最初からそのな考え方みたいなのを設計していかないとダメかもね。はいはいはい。人間は結局強いものには言えないから、こういうルールに、ルールズこういう考え方にしましょうみたいなの方が、うん、もしかしたら今の時代に合ってるかもしれないね。みなみくん自体も常にそのエマルさんに対してマウント取りに行ってんのよ、うん、ああなるほど。わかる。もう反撃できないから。だってお前じゃあ、うん、金魚かわいそうないんかいって言ったらさ、うんうん、かわいそうですって言うしかないじゃん、うんうん、間違ってました前提じゃん。だって それがね、またなんかね、なんか暴力の連鎖っつうか、うん、いやもう僕はもう一人でプンプンしてましたよ。もう一人でもうへそ、ま、それこそへそ曲がりが出まして、それもね、なんかだから結局ね、はい、友達がいなくなる問題にもつながってて。そうですよ。俺ね、インドでね、はいはい、あの最後タイの角のようにただ一人歩めっていう言葉があって、はい、はいはいはい、もうブッダの言った言葉みたいなのがお経とかになってんだけど、はいはい、それのスッタニバータっていうそのお経に、そのとにかくね、サイの角のようにただ一人歩めって繰り返してるパートがあって、あなんかブルーハーブ、あーそうそうそう、ブルーハーブもこれで一曲作ってると思うけど、ね、はい、あだけどやっぱりでもね、やっぱりそれではやっぱり世の中なりゆかんよ、やっぱり思いやりとかいるからね、はい、今日、あそう、それこそですね、そのマカルームのライブで、で来てくれたお客さんが、まあ、ライブに行く電車の中でウェイウェイ読んでて、はい、であれもう電車の中で読まない方がいいですねみたいな、はい、でどうしたって、そのもう笑けてしょうがなくて、これ電車の中で読んじゃダメですって言って、はいはい、どこが面白かったって言ったら、パブリックスペース読んでたら、いやこれは本当ね、ちょっとね、俺はその人にね、はい、一言あの、はい、いやもうとりあえずありがとうございますって伝えたんでね。もうやっぱり喜ばれたいじゃん。そうですね、それはあるんですよね、はい、特に皆さんが頑張ってくれたからさ、それこそ怒られなかったっていう、いやそうそうそう、やった怒られなかったっていうことです。そう、錦兄弟は怒らそうとしてんのかもしれないけど、俺はもうとにかく怒られたくないから、はい、それは僕も怒られたくないですけど。できることならもう残りの人生怒られたくないんだよ。そうですね、一回も怒られたくないですね。うん、もういちいちなんかもうショックだから、はい、はい、だからその先日ちょっとまた大垣さんとも話した、それお母さんの前でも言えるんかっていうの。それ言うの。お母さん問題で、お母さん問題って言われるんですよ、相手をね、その口汚くラップでディスるときに、はいはい、そうです、自分のお母さんが後ろに立ってても、はい、お互いのね、ラップバトルのそのラップする人の後ろに自分のお母さんが立ってる状態でラップし合うとき、はいはい、そんな悪口を言えるかどうか問題でしょ。そうそうそう、か問題ですよ。そうです、それが言えないんなら、はい、フェイクだっていう、そうです、提案ね。そうです。まあ若いうちは、まあ、そこから離れてちょっと挑発的な反社会的なものを作っていくっていうのもありではあるんですけど、はい、家族の反対を押し切ってとかじゃなくて、うん、なんかお家として家族の賛成もあり創作していく、まあ、生きていくっていうのって結構大事なんじゃないかなと思ってて、はいはいはい、ただまあそれを、まあ、極端に言うと、まあ、母の前でディスれるんかっていう
それ何ですよ、ね、それどこまで行くの、この間のそのあれを踏み跡まで行くのそうですね、それをなんかまあなんか知らんけどそれの頂点に立つの踏み跡なんちゃうかっていう絶対頂点ではない、頂点ではない、カリスマではない、なぜならだってあれは90年代だし、うん、その後も我らは生きてるじゃん、はい、そうですね、だからまあ踏み跡と、まあ、頂点ではないですけど、まあ、言うなれば踏み跡っていうことですね、いい具合だよね、そうですね、やっぱり今の時代に言うとやっぱりチェッカーズっていう、まあ、グレタ自慢みたいなのがあってギザギザハードの子守歌をお母さんの前でやるのと、そうですよ、ソロになった後のそうソロのお母さんの前でやるので、そうですよ、やっの前でね、そういうことなんですよ、やっぱりギザギザはやっぱ偉いなるよね、そうなんですよ、あやっぱりどっち、やっぱりその長男が正月帰ってきて音楽やってるって言ってどっち歌った方がやっぱ母とか親戚一同腑に落ちるかってそれね、みなみくんも長男、俺も長男、はいはい、長男のただの意見じゃん次男は暴れるよ次男は暴れますかね、やっぱり暴れ、次男はだってほら、うん、兄貴失敗したの見て、はい、あの育つから、やっぱ兄貴のトゥルーラブ聞いて、いややっぱパンクやりたいなと思うかもしれないですけど、兄貴のギザギザハートを聞いて俺はあの、うん、ニルバーナのコピーバンドやるっていうもうおしゃれスタートがいてるから、うん、長男の意見っていうことなんかもしれないですね、僕が言ってるのはまあ自分もそうですけど、うん、まあそうなんですよ、そういうことですよね、どっちが大事かっていったらやっぱりギザギザハートを経て、フミヤがその後何やったかをまたちょっとチェックしてほしい、なるほどね、チェッカーズですからねチェックにかけたけど、かけてないけどフミヤその後ね、はい、弟と F ブラッドっていうユニット組んだのよ、はあ、F ブラッド、藤井の地だよ、はあ、お家制度やってるじゃないですか、やっぱり結局そこにそれがその、はい、何トゥルーラブのポストトゥルーラブだよ、はいはい、だからみなみくんがやってるのと一緒、なるほど、だからもうみなみくんらはね、はい、あのギザギザハートを超え、はい、トゥルーラブを終え、終え、今もう何 F K ブラッドだよ、 K ブラッドやってたんですねK ブラッドやってるよ、はい、ずっと、いやなおさら藤井フミヤなんか兄さんっていう感じしますねいやいや兄さんは藤井家の次男いるから、はい、藤井、はい、あのチェッカーズのなんか楽器やってた方だから、はい、あそう、みなみくんの兄さんではない、あにではないですかね、藤井に直行さんっていう人がいるからなるほど、こんなん無理じゃん、ラジオ いつも通りになってんじゃん、もう、いやでもこのいつも通りの空気感をこんなん無理、これ今ね、はい、聞いてないからだけどね、はい、後で聞いたらこれ終わってるよいや俺もねちょっとね、はい、まずいわこれ、いやだいストロング飲みすぎてるまあ大事なこと言ったと思いますよ、でも、あそうだ、はい、だけどで F ブラッドでね俺は止める気はないよ、はい、うん、でも そういうのが嫌だから、はい、大阪に出てきてるわけだから、はいはいはい、大阪なりねその実家を出たわけだから、はい、はいはいはい、うん、そうですね、こっちも F ブラッドまで来ましたからK ブラッドでしょそうですね、藤井家ではないですけど、フミヤになってないから、ひなみくんは、そうですね、もう全然向こうはものすごいお金も稼いでるし、はいはい、フミアートが熱いぞっていうことはやっぱ電波に乗せて絶対無理だ、フミアートって言ってるもんでもあれだ
だね、米米クラブって言わなかったのは成長だね、俺らの。そうですね。こないだは随分言ってたから。そうですね。わかんないからね、本当。うん、この先、未来にね。そうですね、でも。どういう評価を受けるかは。そうです、だからやっぱり、チンポムとかスプーツニコばっかり褒めるんじゃなくて、はい、やっぱりもうちょっと、ね、フミアートとか、そのなんていうんですかね、芸能人やっててアートに走って滑った人の作品ってもうちょっと滑ってない。ちょっと待って、滑ってないから。滑ってないですかね。あのトンネルズの人のことも言うつもりやろ。ノリさんのことも言うつもりやろ。ノリさんとか滑ってなかったんですかね。成功してるから。ああそうですね。スマップもあのシンゴさんも成功してるから。あそうなんですか。もうだってルーブルでやってるから。ああルーブルで個展ってないからね。あまあ、スマップじゃないか、あれルーブルか。スマップ貯金がすごかったんでしょうね。怒られたくないって書いときたいな、もう顔に。はいはいはい。怒ってよかったこともないですからね、あんまりね。優しく諭してほしい。ああもう僕もよく女性とかにも言いますね、それ怒らずに言ってくれんかっていう。みなみくんは怒られるよ。そうですよね、まあ、さらに怒りますね。黙っとくのがまだマシだよね。そうですね、なんで黙って謝らんかったやのっていう感じになりますね。という感じの我々でしたっていう。でしたっていう、まあそれをでしたっていうのも変だね、はい、これからもですよっていうさ、ですよっていう、よろしくお願いしますっていう。そうだね、よろしくお願いしますしますっていうことですね。まあそういう感じで、こういう我々のね、なんかまあ感じをギュッと一部をね、ウェイウェイウェイやってますので、はい、買ってくださいっていう感じ。買ってくださいって。買わなくとも読んでください。そうですね、まあ、またちょっとラジオでお呼びするかもしれないですけど、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。